旅の者が魔物に。おい、助けに行くぞ。はい、そこの悪い魔物ちゃん、無垢な民を襲うのはやめなさい。やれやれ、お仕置きしないとわからないよね。ほう、はい、かっこいい。さすがはお姉様なんて。はいはい、うん、あらやだ、もしかして勇者ちゃんじゃない。ああ、おい、なんだこいつらは。お前の知り合いか。何よ、見てわからないの。世界に、うん、いやはい、笑顔を取り戻す。そんなわけで、暗い世界に光を照らすため、私世界各地を練り歩い。この子たちは大切な仲間たち。私、それにしてもあんなことがあったのに2人とも生きてるなんて奇跡。あら、あなたほっぽり出しちゃってごめん。おかげさまでかすり傷一つねえだ。ほら、マハトラってんだ。南にあるプチャラオ村からここまで来たけど。お、あら、そうだったの。ならプチャラオ村まで送り届けてね。え、これからのことは後で考える。ちょこっとだけ私たちのYodasukeパレードに付き合ってみない？それでこそ。それじゃあ新しい世界の扉を開くわよ。みんな、この子が私と一緒に冒険していたかの有名。はっ、ストップ。さあ、今からこの子が私たちチームYodasukeパレードのボスよ。みんな、ボスに続け。はーい、おー、してくれる。さあ、食らうがよい。素晴らしい。うん、上出来だ。プチャラオ村に到着。あら、やっぱりこの村もどんよりした空気にそれじゃあオラはここで失礼するだ。あの男一人であんな遠くまで行っていたとは何か訳がありそうだな。そういうこと。まずはこの村で何が起こっているのか。聞き込みはあのシルビアとかいうものどこか引っかかる。ずっと昔トラ、怪我はないか？いやーよかった、息子のチェロンだけでなく。あなたのお坊ちゃんいなくなっちゃったの？チェロンみてえな自分勝手な息子な。すみません旅の方、バハトラのやつ大事にしてた嫁さんに先立たれただけでなく、フールの話はご存知です？大樹が地に落ち空が闇に包まれた直後のこと。奴は魔物の群れを引きつ、私たちは逃げることもできずにただ恐怖に打ち震えました。お前たちの一番大切なものを教えろ、その大切なものだけは助けてやろ。怯えた私たちはその言葉にすがって大切なものをあげていったんです。お金。ところがそれは全て嘘だった。あの忌々しい魔物はその大切なものを助けるどころか逆に奪い去っていったんです。まあなんて嘘つきは一番許せないわ。私たちヨダスケパレードがさら。おお、本当ですか？ご心配なく、私たちにお任せあれ。騎士に二言はないって言うでしょ。騎士だと。フールは村人を連れて南の方へ去っていきました。そこになるほど、分かったわ。羽の人たち楽しそうに何してるだ？あら、私たちさらわれた村人を助けるために悪い魔物ちゃんをやっつけに行くのよ。ボス、お前はもしやバハトラの息子チェロンではないか？うん、さらわれたわけではなかったのか。どうしてこんな危ないところに？お父さんが心配していたぞ。父ちゃんが魔物に言ってただ。父ちゃんの一番大切なものは死んだ母ちゃんのペンダントだって。父ちゃんの大切なものオラじゃなかった。それ知ってすごく悲しかっただ。だから母ちゃんちゃんのペンダント取り返して父ちゃんを見返してやるって思っただ。それで魔物を追っかけてきただ。でも途中で怖くなっちまってここで隠れていただ。なるほど、バハトラがそんなことを。しかしこの辺りは子供には危険すぎる。私たちに任せて早く村に帰りなさい。嫌だ、みんなが行くなら俺も行く。母ちゃんのペンダント。いいじゃない、連れてってあげましょうよ。私たちと一緒にいればチェロンちゃんも安全じゃない。うん、分かった。貴様が責任を持って。ありがとう、羽のお兄ちゃんだ。よーし、悪い魔物ちゃん退治に。これは驚きました。あなたがプチャラオ村を襲った悪い魔物ちゃんね。村のみんなを返し。そんなことのためいいでしょう。その馬鹿げた勇気を表してですが、ただで返してもらえると思う。あなたの一番大切なものを譲ってくだされば村人を解放しましょう。悪い話ではないと思います。その必要はないわ。これ以上あなたに大切なものを失わせはしないわ。ここは私がずっとずっと温めてきた。人間に。はい、これ大切に。おお、どれどれ。おお、なんとか。馬の糞じゃないですか。あっかんびー、あんたなんか馬の糞が鬼。ふんふんふん、馬のふんふん。私を怒らせましたね、このフル。これでも食らいなさい。いやの泣いてはリオが絶対に許しませんよ。さあ行きますよ。もう。せいせい。炎の嵐よ。気をつけて。スクルト。砕け散る。そーらてへい。手を貸すぞい。かたじけない。ラリホーバー。ほっほー。おだまりなさい。ディバインスペル。ほら、きっと。炎のデホイミ。はあ。ラリホーマー、うん、なんでやねんベホンマラーほらヒットルカにお黙りなさい。嘘でしょ。覚悟はよろしいですね。マジックバリア今だ。少しは楽しませてください。そらうわさあ食らうがよい。はっよー熱いわよ。皆に守りよ。死のまどろみをここによっとはあとんけまほとさあ食らうがよい。ほらきっと砕け散る。そらエギラゴ少しは楽しませてください。受けてみよう。うん何するんじゃ。うん、はっ。絶対に許さん死のまどろみをここに。砕け散る。よし。うわあ！嘘だ！この私が。あ、他人のものを。みんな、怪我ない。チェロン、勇敢なのね。閉じ込められていただけでみんな怪我はないわ。ありがとう。旅の方助けてくだいいってことよ。世界中のみんなをあンダント壊れ。そんなことないわ。うん。大切なのは気持ちよ。壊れていようとチェロンちゃんの思いきっと伝わるわ。うん、村のみんなとチェロンちゃんは私が送っていくわ。じゃあ先に村に戻って待ってるわね。やりおるのう。うん、上出来だ。父ちゃん、今帰った。ごめん、父ちゃんが一番大切にしてた母ちゃんのペンダントだ。このバカタレが。どんだけ心配したと思ってただ。おめえの犬だけど、父ちゃん、母ちゃんのペンダントが一番大切だって。そんなの嘘にき。あの魔物に質問された時、悪い予感がしてとっさに嘘をついただ。本当？父ちゃん、オラのことなんてどうでもいいのかとすっかり勘違いして。チェロンは父親の本当の気持ちを確かめないまま勝手に思い違いをしていた。話し合えば分かり合えるものなのだな。そうね。私先に戻ってるわね。あ、そうだ、父ちゃん、このお兄ちゃん。旅のお方には実は最初に助けられた時もチェロンをけども、また魔物が来たら今度こそチェロンを奪われるかもしれねえ。だからんあれ羽の急に出ていったがどうしたのだろう。